名詞と不ここはやだやだやだって人多いんですけどまあ出ちゃうんでやらなきゃいけませんよね受験会場ではさそう私はね本当はねあなたたちに知識をね持ってってあげたいんですけど代わりに受けられるんだったらね受けてあげたいんですけどそうはいきませんのでちゃんとねここで学んで受けに行ってください。はい、でははきますね脳は加算 はい、どうでもいいですね、はい、でもね知識は貸してあげれるとか、知識は与えられますから、が頑張ってください、ねはいえ。文法的に間違っている箇所っという、正語問題ですね。John followed はい、できましたかね。まあ、ちょっとねえ、厄介なやつらが並んでますけど、最初が、Ken's advice ですね。まあ、これ、何回か出てきますね。アドバイスふっかさん、不可算数えられないやつだよって言ったやつですね。S とかつけちゃだめだよって言ったね。動詞は覚えてますか、こいつ。そうそうそう。 アドバイズになるって言いましたね。これも狙われやすいですね。アクセントは後ろですよ。発音がアドバイス。こっちがアドバイスってやつですね。はい、問題ありません。不可算名詞ですから、S はつかないですね。後ろにね。Made a lot of progresses。はい、g r e s s ですね。まあ、メイクプログレスっていう風に覚えておいた方がいいやつで、そう、プログレスっていうのは不可算なんですよ。数えられません。ES つけちゃいけません。ね。A lot of っていう表現は後ろに加算名詞の複数形を置くことができますね。 えー、そして不可算名詞も置くことができます。では今回はこの不可算名詞なので S つけちゃダメです。えー、はいできました。だから a lot of students っていうこともできるし、a lot of progress っていうこともできるわけですね。 えということで、間違いは2番ということだったわけですよ。メイクプログレスは非常によくでそ,うそもそもメイクプログレスって覚えれば、ほら、メイクアプログレスじゃなくて、メイクプログレスですからね。それで覚えておけばばっちりです。シャ n ッ、スギニフィカ g r o ロー h ですね。重要なっていうふうに覚えている人も多いんですが、重要なというよりは、すごい、量が多いとか、数が多いとか、差が大きいっていうのを表します。だから、成長するときには、こうね、差が生まれたりとか、数が増えたり、量が増えたりしますね。えー、そういうふうに、成長が大きい、だから、ものすごく成長したんだっていうのを表す。 時に使われます。でグロースは負荷産名詞です。これも気をつけてください。英作文で間違える人がすごく多いですね。で、セイオスですね。売上高、そうです。エつけますね。セイオスっていうふになりますので。これ、できましたかね。ジョンはですね。県のアドバイスに従って、あら、ジョンさん、ね、賢さん、賢さん、さんのアドバイスに従ったんですね。で、そして、こう進歩してですね。えー、そして、すごい成長したとね。売上高めちゃめちゃ上がったよみたいな感じになってますね。 はい、そういうことです。数えられる名詞、数えられない名詞ですね。これを覚えていかなきゃいけないんです。で、数えられない名詞の方が狙われますから。数えられないやつを覚えていきますね。で、まあ、有名なものとしては、アドバイスとか、パワーグラスね、先ほどやった、エンフォメーションとか、ニューズ。ね、はい、ニューズ。これはさ S ついてるのにね、数えられないっていうのがね、厄介だよね。てぃみたいなね。はい。ニュース、ニューズ、アーとかってやっちゃだめですからね。 The news is みたいな感じにしないといけないですね。不可算名詞です。proof、はい、証拠ってやつですね。これも不可算名詞で有名です、まあ。数学の証明とかっていうときなんかはあがつけられんねんけどね。evidence、はい、証拠ってやつですね。これも数えられません。nallege 超有名ですね。これね。不可算名詞。こいつら数えられないものなんで覚えておいてください。ね まあなんとなく抽象的なものだから数えられないなーっていうのはなんとなくはあると思うんですよ感覚として、ね、なんか一個一個数えるようなものじゃないような気もするしでも一つの証拠とか言えるしな一つの知らせとか日本語で言える気がするなそうですだから狙われるんですよこれどっちだろうって厄介になっちゃうからですねじゃあそういう時にどうすればいいんですかもちろん理屈もいろいろ教えてあげますけどその理屈だけじゃどうしても成り立たないことって山ほどあるんですよそう言語ですから言語っていうのはですねそれぞれの言語によっていろ そんルルなたの、ね、思いい通りにはならならですよなんでやっぱり覚えなきゃいけないでそういう時にどうすればいいんだっつうのがこれですね、えー、何かしらのやはり分野フレーズで覚えなさいと言ってますよねいつもね「I have some advice」ほら「some advice」っていうので覚えれば普通サブの後ろですね数えられる場合はそう S つくよね「some students」とかって言ったりしますよね。それに対して付加算名詞が来る場合は 来ないんですよね複数形の S つかないですから、だから、ほら、some progress、ね。大丈夫ですね。あ、これ複数形の S じゃないですかね。う、S ついてんじゃねえかとかって言わないでくださいね,、はいねえー。ほら、S ついてないよ、複数形の S ついてないよ、some information。ほら、ついてないですね。I have some news.S ついてるよ、ややこしいですね。だからこいつ要注意ですね。S ついてるけど、不さんですかね。これ U、uncountable っていうので。で、I have some proof。これね、proof。S ついてないですね。p r o v e っとかになってないですね。I have some evidence。ほら。 I have some about 科学についての知識があります。きちんと「サムとかとくっつけて覚えておくとそれが加算名詞だったのか不加算名詞だったのかっていうのが分かりますからただただこいつは加算こいつは不加算こいつは加算こいつは不加算,加算,加算,加算みたいな感じで覚えていくよりはこうやってやることをおすすめしますね。 はいで他にもですね当然不可算名詞っていうのはいろいろあるわけですがどういった感覚でねそれを持っておけばいいのかっていうのをちょっと話したいと思いますね、えー、例えばマニーですねお金っていうもですで、お金っていうとですねやっぱり皆さんにはコインとか紙幣が浮かんじゃうので何かやっぱ数えられる感じがしちゃうじゃないですか、えー、でもねマニーっていうのは塊でねどっからどこまでかはっきりしてないよっていう時にねだからね加算名詞と不可算名詞ってねよく言われるのは境界線がはっきりしないもの の時は不可算にしろってね私は言語学勉強してた時にこれはあなななるほどっって思ったやつなんですよ1個上の先輩で加算名詞と不加算名詞で論文書いてた人がいたんでだからすごくいろんな発表を聞いてて「ああなるほどこんなに違いがあるんだ」っていうので知ってたんですけどそうですねお金っていうのは紙幣とかコインで見ちゃうとなんか数えられそうだけど面白かったのがねあともう1個の、ね、説がね昔はお金っていうのは金属の塊だったから。 ね、どっからどこまでが境界線かよく分かんなかったから深さ名詞だったんですよっていう説があった真相は知らないですとにかくマニーっていう一個一個のお金じゃなくてこうぼんやり全体だっていうのを知っておいてくださいだからですねだからそう金属が大体数えられないことが多いじゃないですかそれと同じだよっていうふうに私は習いましたでファニチュアなんて「えー、ってなるわけですよ家具数えられそうじゃん一個一個見えるよって思うんですけどデスクとかさ 椅子ととかか、さ、ね、デスク、チェアーとか、まあ、いろんななな、ななんんだこれみたいなこれの馬みたたいいい馬になってますけどろものがあるんですけどそういうものを全部まとめて言った塊なんですよ。これなんだかよくわかんない一個一個個々のものじゃなくて全体一つ一つ,つの境界線がはっきりしないやつだからファニーチュア家具類みたいに類を表すものっていうのは数えられないことが多いですね。 ブレッドってパンって言ったらやっぱりんか一個一個のパン浮かぶじゃないですか普通ね頭の中にはでもブレッドって言った場合はイースト菌となんか小麦粉とふわーみたいになってふわーみたいになるやつでしょふわーンってなるやつ私もねパン工場でねアルバイトで働いてたことがありますけどねなんか蒸しパンをね作ってたことがあってそうなんかすごい薄いね紙紙の上に薄く引くんですよ生地を。 でそれをこう何個も何個も入れてねこうやってガッちゃん上から下までこうやってガーって入れてで,でっかい蒸し器にこうやってね持ってくんですよ。で蒸した後もう熱い中です、ね、出すんですよ。そうすると1個のあの薄い液体だったやつがボーンってでかくなってるんですよ。ね、めっちゃ原価安いなとかと思ったから、ね、それをさらにね切って4等分とかにしてえあの薄い薄いやつが。 こんなに空気を含んで結構な値段で売られるんだなと思ったのを覚えてますけどで私一回ねそのこうやって押した時にねバーンって、ね、こぼしちゃったんですよバシャーって。バーってこぼしてで、まあ、しょうがないからもう一回入れてで会ってでその蒸し器開けたらそう下に分かりますねもう巨大な蒸しパン。ワーンってできててあ深名刺だって思った一個一個の境界線がない形がない。 まあ、その時に深澤名詞だとは思いませんでしたけど、まあ、そんなに英語できなかったし、はい、ただああなるほどなって思っら境界線がないものなんだそれを一個一個ねこう切って「a piece of bread」とかねこうやって言うことはできるわけですけど work, homework. そうですねこれも「仕事」っていう、ね、数を得られないですね「ホームワーク」っていうのは仕事みたいな数を得られませんで「メイク」とか「液体」ですね「water」とかっていうのもそうですねどこからどこまでがねミルクの塊っていうのが分かんないじゃないですか ね、だからそういうふうに深さになるよっていうふうに言われるわけです。で、I have some money そうですね。だからこういうふうに覚えていきましょう。そう理屈はあったとしても、やっぱり例外とかややこしいものって山ほどあるので、だからきちんとフレーズで覚えていきましょう。I have some money.I have some furniture そうですね。こういうふうにファニチャー図にならないですね。I have some bread.、ね、はい、パンって言って、ね、bread 図にならないですね。I have some work ね。仕事があるよ。 で,でそれに対して、そうなんです、ここはやっかですね。That's a great work! 素晴らしい作品ですっていう意味の場合はね、あがつきますね。そうですこういうふうに意味が変わると、加算、不加算も変化するっていうキャラクターたちはいるので厄介です。これは押さえとかなきゃいけません。I have some h o m e m o r k ですね。宿題あるよって言ってるのに対して。I have some assignments、はい。これ1回やったの覚えてますかアサイメンツの場合は数えられますね。 こういうふうに与えられた課題みたいなやつで I have an assignment みたいな形で一個一個を数えることができますこうだからほとんど似たような意味でも加算と不加算が違うやつがいたりとか意味が変われば加算や不加算が変わるやつっていうのもいるのでややこしいですねそういうことなんですよそこがだから狙われちゃう I have some paper って言った場合ね、この紙ってやつですけど、紙っていうのもなんかね、和紙作りとか見たことないですか、はい、このなんか水とさ、のりみたいななんかあって、ふくしゃしゃしゃーみたいな感じでこう塊でできるやつですよね。見たことないですか和紙の作るやつ見たことないですか和紙も、はい。それに対して、I have a paper って言ったら、これは知ってますそうそう、ニュースペーパーですね。はい、新聞とかね。 になるる場合だったらら数えられるわけですよ。この一つの新聞っていう境界線がはっきりした場合は数えられるようになるよとかね「I have some milk」ただミルクこれぐらいあるよ液体ですからどこを切ってね,ね切っても切っても切れないじゃないですか <laughs> 液体っていうのはそれに対して「I have a milk」って言った場合はこうコップというかカートンですかこういうなんかミルクの入れ物ってあるじゃないですかかけない <laughs>、ね。何かしらの入れ物に 入れ物に入った感じがするわけですよねきちんとこの境界線がはっきりした状況の場合だったら数えられるっていう風になったりするわけですねそうだから同じ単語でも数えられる時とか数えられない時があるってことがあるんですね 他にもねそっくりなね加算名詞不加算名詞っていうのがいるので気をつけてくださいマシーンだったら数えられるのにマシーナリーにね機械類っていうふうになると数えられないとかポアンポエムって言われるやつだったら数えられるのにポエチュリーって言ったらですね数えられないとかシインっていうのは数えられないシナリーって言ったら数えられないとかですねそういうのが出てくることがありますねはいどうですかでも共通気づきますねそうそうそうこれ類を表す不加算名詞の印なんですよ。 ねってね、あもちろん全部じゃないですよ、ね、他の RY もあるんですけどそうだからこれ加算と不加算ややこしくて分かんなくなっちゃうんですって人いるんですけど実は簡単ですこの RY あるかどうかで分かるので、ね、これは覚えやすいですねフレーズを見ると「John didn't know how to operate the machines」ですねマシーンにはいつけられますね どうやってそれマシン動かすかわかんねえよ John didn't know how to operate the machinery RY ついてから機械類あちなみにネイティブに行くとどうって言うとマシンナリーって言うとなんか大きい感じがするって言ってますね、uh, John likes to write poems、ね、<S, S ついてますからあ数えられるなっていうのがわかる John likes to write poetry、ね、これ RY ついてから不加だってわかる t h e r e were beautiful scenes、ね、Beautiful scenes だって書いてますね S ついてますね That was beautiful scenery 景色って習うと思いますかそういうことですこれは RY ついてる、ね、こういうふうに「S ついてるぞ」とか「RY ついてるぞ」みたいなね何かしら加算不加算っていうのはね特徴はあるはあるんですけどやっぱり最終的には覚えなきゃいけないっていうものがあるのでそこは覚悟しておいてくださいただその時に覚えやすいよってフレーズにして覚えることとか実は語尾が教えてくれるよなんていうのもあったりするわけですね。はい、ここうういいいののも参考にしししててみくください、はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします